ヤッピーです。どこです。カブラキです。カブラキロカです。よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークカブラキ京都と奈良と大阪に行ってきたんですけれど、期間がみんなカブラキの予定表とかを見るとわかると思うんだけど、カブラキってマックス連チャンで配信しなかったのって2日ぐらいしかなくて、だからね、超弾丸旅行でもいろんなところ行ったんだけど、深掘りは今回ねあんまりできてないなっていう感じなんですが、ともかく話していけたらいいなというふうに思います。ちょっとそういう意味でね、いろいろ補填しながら聞いていただけると助かります。いくぜ。じゃん。まず1個目、 USJ に行ってまいりました。ふぅー。こちらですね、家族旅行で行ってきまして、カブラキ関西にちゃんとしっかり1日いて、いろいろ満喫しまくったんですけれど、カブラキはね絶叫めっちゃ好きなの。絶叫めっちゃ好きなんだけど、家族で行くってなるとそんなに絶叫好きじゃないけど、この時間並ばせるのはちょっとみたいな感じで乗れないのもあったんですが、でも乗れた中でカブラキが特に好きだったアトラクション3つお話ししていけたらいいなというふうに思います。まずね、カブラキが気に入ったね、1つ目こちら、スパイダーマンのやつ。なんかどういうのかっていうと、でっかい車みたいなやつに乗せられて、どうやら悪党たちが集結して何やら始めようとしてるから、お前はそれの写真を撮ってこいっていうのを言われて、はい、わかりました、自分写真撮ってきますみたいな感じでね、で行った先でドンピシャで見つけちゃうっていう、ドンピシャで見つけちゃって、でもこっちが見つけたっていうことは向こうからも見つかってるから、スーパーヴィラン連合みたいなやつらにめちゃくちゃに襲われるっていう、そこをこのスパイダーマンっていうヒーローがね助けてくれるっていうやつなんだよね。これスパイダーマンの完璧な模写ね、よろしく。これねめっちゃ良かった。なんかスクリーン上で展開していく部分と、あと実際乗り物が動く部分のマリアージュが完璧なバランスでね、これははちゃめちゃに楽しかったです。カブラキめっちゃ良かった。これ揺れる時が画面だけ揺れるとか自分だけちょこっと揺れるとかじゃなくて、しっかり揺らしてくれればカブラキもうわーって慣れて楽しめるから、これすごい良かったですね。あともうこのスパイダーマンがいる安心感がやばくて、カブラキはそのマーベル映画をたまに見るし、元々のスパイダーマンの映画も好きだから、絶対的なヒーローが自分たちを助けようとしていることが見えた瞬間何にも怖くないの。でもスパイダーマンが助けてくれるはずって気持ちになれるから、何にも心配せずに悲劇のヒロインぶれるっていうね、これ最高でした。助けて、おばあちゃんがいたな、助けてほしいとって言いながらね乗ることができましてね、程よい緊張感とハッピーエンドが約束された、まさに一本のスパイダーマンの映画を見ているかのようなアトラクションでした。うまいこと言っちゃった、台本に書いてないのに。次2つ目、ザ・フライング・ダイナソー。これめっちゃ楽しかった。これマジで楽しかった、本当に楽しかった。これねどういうのかっていうと、こんな感じでジェットコースターなんだけど、乗るところがこんな感じでチューブラリンにされるのね、完全に。その状態でクソ高々ジェットコースターを滑空していくっていうやつなんだよ。でこのここの先頭のところにこのプテラノドンくんかっこ仮がいて、俺も恐竜だぜみたいな気持ちで空を飛べるっていうやつね。カブラキ絶叫得意なんだけど、正直一番最初の山登ってる時、チューブラリンにされます、あ今この俺の肩を支えている安全バーみたいなのが一瞬でもガコってなったら俺真っ逆さまに落ちて死ぬわって思いながら、こう登っていく瞬間はねガチで怖かったね。すいません、これのことをエッチな口しやがってっていうのやめてもらっていいですか登っていくじゃん、ガタ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 、しかもこれカブラキ一番前だったの、この時、あやばいもう目の前だ、やばい前のプテラノドンが見えるような見えないような、あ自分の前髪に覆われた視界しかない、やばい落ちる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 、キャーってなった結果どうなったかっていうと、バチボコに楽しかった、めっちゃ楽しかった。これうわーってなって、風がもうわーってなって、その風圧でね涙がね勝手にめっちゃ出るんだけど、これめちゃくちゃ楽しかった。カブラキなんかマジでね本当に空飛んでるみたいな気分になれて、でも確かあれなんだよね、浮遊感を感じない設計にされているらしくって、内臓が浮いちゃう感覚が苦手な人でも楽しめるようになってると聞いたんですけれども、まさにそうで、ふう空を飛んでるぜ私がプテラノドンよみたいな気持ちで空を飛んでいる時でも内臓はちゃんとそこにいてくれるっていう感じで、めちゃくちゃ良かったですね。浮遊感苦手だけど絶叫好きだけどぶら下がってみたいっていう人にはもう最適アトラクションですね。これめっちゃ楽しかったね。あとカブラキはねジュラシックパーク映画のね、映画のジュラシックパークめっちゃ好きだから、 BGM がてん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 て
流れるだけで正直めちゃくちゃテンションが上がってたので、その点でも良かったね。でまあこれはね、終わった後完全に髪の毛はね風強すぎてお亡くなりっていう感じになるんですけれども、まあその価値ありだなってカブラキは思いました。3つ目に印象に残ってるアトラクションが、こちらハリーポタのやつ。これカブラキの全力ハリーね、これハリーだからね、よろしく。これ何かっていうと、ハリーポッターの世界に入ってハリーたちと一緒にほうきに乗って冒険しようみたいなやつなのね。でこれね、ハリーポタのやつめっちゃよくって、浮遊感最高と思って、でカブラキはもう世界観に入り込むのなんか大好きだから、完全に登場人物のメインキャラの一人になったつもりで、行くよみんなみたいな気持ちでさ、ほうきに乗ってさ、もう完全なスリザリン生としてさ飛んでたんですけれども、ここまではカブラキはハリーポッター界の住人として過ごせていたんだけれど、楽しく世界を満喫できていたんだけれど、あ、途中でマルフォイが出てきて、カブラキマルフォイが出てくるって聞いてなくってさ、待って聞いてないってってなってさ本当になんかワンカットとか一瞬だけなんだけど、マルフォイが急に出てきて、目立ちたがり目みたいなことを言って去ってくの。待って、ね、マルフォイが出るって聞いてたらカブラキもっとおしゃれしてきたみたいなさ。だからもうここでカブラキさ、さっきまでこんなさ完全に主人公のさ顔をしていたのに、マルフォイが出てきたせいで一気に画面の向こう側にさ押し戻されてさ、あ、俺は所詮オタクのねあのコーナーに行ってしまったんですよね。ね、さっきまでカブラキヒロインやってたのに一般オタクに戻っちゃった、マルフォイが出てきたせいで、ありがとう。これもカブラキの全力マルフォイね。でもこれに関してはね、なんか全然上手に描けなかったからさ、本当はねなんかモザイクかけようかなとか思ったんだけど、こんなものをお見せするわけにはいかなと思って、でもさモザイクかける方が失礼じゃんと思って、だからもういやしょうがない、今の実力を認めるしかないと思って、あの自分への戒めの気持ちを兼ねてこのカブラキなりのマルフォイを出していますように、よろしくお願いします。まさかマルフォイに会えると思ってなくてね、めちゃくちゃ良かった。ハーマイオニーもなんか仲間面をしてくれるというか、肩を組んでくれて、ほら一緒に行くよみたいなことをさエマ・ワトソン演じるハーマイオニーが言ってくれるから、あ、カブラキも友達なんだと思って、任せてみたいな感じでさ、大変楽しかったですね。あとバタービールも美味しかったです。飲みました。バタービールっていう、こうハリーポッターに出てくる飲み物があるんだよね。それを実際に飲めるよっていう屋台があって、そこでしっかり飲んできましたね。上にねめちゃくちゃね泡がついてて、この泡がね バカ美味しい。甘すぎて苦手っていう人もいると思うけど、でもカブラキはバカ美味しかった。これでこれを飲むときにあえて口周りにねつけるっていうのがね定番だよねみたいな。大変よろしかったです USJ。 任天堂ランドの方、あのマリオのコーナーの方はさ、抽選に当たらないとそもそも入れないよっていう感じだでね、抽選したんだけど外れちゃってさ、一歩も足を踏み入れずに今回終わってさ、絶対いつかリベンジしてやるからなって思ってます。絶対おもろいもんだって、あんなとこ本当に行きたい。 USJ さんよろしくお願いします。どこだったっけ USJ のあの会社絶対に次こそ行くからな、覚えてろよ。で USJ はそんな感じでね、たっぷり満喫させていただきましたと。そんな感じで USJ が終わりまして、奈良にも行ったんですよね。USJ と京都って行ったんですけど、